おはようございます。ということで沖縄のミニマリストホテルからお届けするんですが晴れた初めて晴れました僕この2年間で3回沖縄に来てもう何泊したかな、うんまあ、結構沖縄来てるんですけどいっつも雨でもう傘が手放せないみたいなもう雨男だったんですけど。 感動しましまた。今日朝起きてベッドから飛び出すとなんかめっちゃ晴れててあ沖縄ってこんなに海きれいだったんだっていうのを初めて知りましたねようやく晴れましたっていうのでぜひこの晴天を見てほしいほいじゃじゃーんこれが見たかったんですよ僕は 感動いやこれがね朝起きた瞬間にこのベッドから、分かりますまあ、僕、今日ちなみにベッド2つあるんですけどあの1人で寝ててですね、はい、こっち側の隅っこのベッドで寝ててでここからこう見るとめちゃくちゃ綺麗じゃないですかそう感動しました、朝起きた瞬間に。晴天 はい、いいですね、なんか、まあ、このミニマリストホテル、すごい無機質真っ白な感じで、ずっと雨だったから、外も白、どこ見渡しても真っ白みたいな感じだったんですけど、ね、この真っ白な空間の外を見ると大自然が広がっている、まっさらな青と緑っていうので、なんかねあコメ、いいコメントが、こんにちは、白いお部屋がまるで額縁のようで、景色も映えますねっていう、まさに。 お部屋が額縁というか、ね、もう大自然というアート本物の自然がアートになってるみたいな、ね、外見るとそのまんま緑っていうのが沖縄の大自然こんな綺麗だったんだっていうのは感動してますけどもなんか我が家もこれ見たらなんか観葉植物とか,なんか緑青なんか置きたくなっちゃう。うん 白い部屋に緑いいなっていうのでちょっと外出てみますかね。ちょっと待ってくださいね、はい、っていうのでちょっとよかったようやく晴れたもともと曇りだったんですよ、なんか昨日も曇りで予報を見ると明日も曇りみたいなあさってから晴れるみたいなだから僕がいる間はずっと曇りみたいな予報だったんですけどあ天気予報を見たら 晴れに変わってたんで、うん、うわマジ綺麗っていうのでしょじゃじゃーんおおほほほほほちょっとこれスクショしよう、はい、っていうので、はい、いやーもっと早起きしてなんか お風呂、朝風呂しながら、そうそう、こっちはインフィニティープールで、こっちは普通に露天風呂をためられるんですけど、なんかもっと早起きして、お風呂入りながら、この景色楽しめばよかったな。僕、普通に10時ぐらいまで寝てたんで <laughs>、まだ寝起きです。うおー、<laughs> マジで綺麗すごい。っていうので、皆さんもぜひこのミニマリストホテル、エミール・なケジに来る際は、 晴れの日を狙って、まあ、曇りは曇りでまた神秘的な美しさあるんですけどね、うん感動ですね、はい、あそういえばなんかあの生配信、昨日も生配信したんですけどオーナーの人がずっと見ててくれたみたいでなんかあの概要欄前の動画の概要欄になんかホテル5%オフになるクーポンコードを発行していただいたのでぜひ、まあ、ホテル代が、ね、6万円とかするから、まあ、5%引きでも3000円ぐらい少ないのかな。 っていうのでぜひ皆さん使ってくださいミニマリスト渋ってクーポンコードで、あのー、このエミールなきじんさんの公式サイトからなんか予約するときにクーポンコード打ったら5%オフになるのを昨日発行してくれたので使ってくださいっていうので、はい、いいっすねめちゃくちゃいい部屋だ、はい、ちょっと今日はここを背景にし生配信したいな あでもっていう感じでミニマリスト相談会ですはいあのーまあ、皆さん是非物減らしとかミニマリストインテリア何でも聞きたいことあればコメントください読みますという配信でちなみに僕はこの後も帰りますはいなのでチェックアウト前にちょっと今生配信至急やってるっていう感じではいで一応僕の今後の予定としてはまあえっと土曜日 にまた片付け動画が上がります。はいっていうので、えっと。まあ、毎週土曜日は片付け動画をアップしていこうかなっていうふうに考えてますね。はい、あと2月7日に東京大官山でイベントあるので、ぜひ。あのチェックしてください。イベントお願いします。綺、は、麗、い、ですね。沖縄本島ですか。離島ですか。本島です。 な,のでなんか普通に那覇空港に飛行機で来てそこから2時間の高速バスとタクシー乗り継いだらこの泣き陣ですすね来れます、はい、渋さんの YouTube を見て今の時点で必要なもの不必要なもの悩んでるものを見分けていたら部屋がすっきりしましたおめでとうございます僕も今この空間で生活しててまたなんかそうやっぱねきれいな部屋にいると片付けたくなりますねそうそう思いました なんでお部屋の人がゴミ屋敷になるのかってもう散らかってる状態が当たり前になるとそれでいいやっていうふうに思っちゃうと思うんですけど今日一日ここで過ごしてるとこのホテルね汚したくなくなるんですよ本当にまにいい意味で最初はみんな多分落ち着かないかもしれません最初このホテル来たらあの綺麗すぎてなんか散らかせないというか散らかすのが申し訳ないみたいになっちゃうからまあ例えばこの机 一つとっても本当に物置いてないんですよね、このホテル。まあ、前昨日も話したんですけど、例えばあの紙が一切置いてない、ペーパーレス化されてる、まあ、ここに書斎ありますけど、もう何も置いてない、大体ビジネスホテルとか行ったら、ここになんかあの w i f i のパスワードとか、なんか地元の案内ガイドとか、なんかごちゃごちゃしたものが大体テーブル置いてあって、メモ帳とか、なんかせっかくのテーブルなのに作業スペースないみたいなホテルが多いですけども。 ここは本当にもうあの iPad しか置いてないんですよね、はい。そうそう、ちょっと待ってくださいね。まあ、こんな感じで、たり、ッあッり一名、何も置いてなくて、あれは僕が充電しているモバイルバッテリーとはいケーブルなんですけど、まあ、こんな感じであの iPad しか置いてないんで、もうここに全部チェックアウトの時間とか、 なんか、はい、ハウスルールみたいなのがこう載ってるんで、はいはい、ここ見れば紙いらずっていうのでこ,こ,こういうこだわりがいいよね。うん、っていうのねここにいるとマジで散らかしたくなくなりますね。うん、だから綺麗な部屋 あのリバウンドせずに部屋をきれいに保つことは常にきれいにいること、そう1階だから探知集中で片付けろって言ってるのはそういうことですね、きれいな部屋を見たらそれを、ね、壊したくなくなる、保ちたいと思うようになるから、はい、いいですね、はい。棚はありますかで言うと、棚っていう棚は確かにない。まあ、少なからずこの スペースに収納の類はなくて、ただまあ、こっち、こっちに全部あの収納、棚があるんですけど、入り口らへんに。まあ、基本、あんな感じで、なんかもう全部見えない、真っ白、無機質な感じになってるんで、ほい。うん、いいっすね。はい、ちなみに、昨日僕が食べたお弁当とか。 カップ麺のゴミは全部あのコンビニのレジ袋を1個にまとめて、はいまあ、ここに入ってるケトルはちょっとまだ清掃員の人が使ったの分かるように外に出してますけど、はいまあ、棚っていう棚はこれくらいかな、はい、いしょふ僕が飲んでるお茶と旅行のカバンとほいやーこれ そう今日ここでね、シャワー浴びて、はい、過ごしてましたね。はい、ここは本当に美意識上がりますね。皆さんもぜひ、ミニマリスト体験したい方は、沖縄のエミエルな記事に着てみてください。とか、マジで綺麗よかった、って感じですね。うんうん ねはい、うんうんうんちなみにさっきの水回りもバスタオルじゃないんですよねフェイスタオルでした、まあ、ミニマリストの定番テクニックでバスタオルをフェイスタオルにしようみたいなものがありますけどそうするとこあのコンパクトでかさばらないしあの洗濯乾燥楽だよねみたいなので昔からミニマリストの間で語り疲れてるテクニックですけどあの、まあ、僕今日使ったんですよそう。 だこ,こ、ね、一番だい大体バスタオルが置いてあると思うんですけどそう、まあ、ちょここにあるわいやごめんなさいありました普通にあるんだけどここなんかね結構この水回り一番手の取りやすいところに真っ先に置いてあるのがこういうフェイスタオルすごいちっちゃいタオルがあるんですよね俺ホテルでこんなちっちゃいタオル初めて見たっていうくらい、まあ、フェイスタオルくらいまでは置いてあるところあるんだけどなんかフェイスタオルよりさらにちっちゃいタオルがあるんだよね もうなんかハンカチぐらいのちっちゃさだからんかそのちゃんとタオルが大中小みたいなそうで僕はそうっすねこのフェイスタオルを使って今日体を拭いたんですけどもうんいやーこれ女の子と着たかったなこんなに ガラスすけすけでおしゃれで沖縄の海を絶景できてしかもベッドも2つあるのに普通に1人で来てますからね、はいまあ、あの部屋の空きがなかったんであのベッド2つになってるだけで1人です、はい、あリクトさんお天気が良いそう晴れたんですよ今日曇り予報だったのにっていうのでもう開けたまま配信するか いやーあとっ、ね、たかいね、沖縄は、もう今、窓全開ですけど、半分、全然あったかい、むしろちょっとこれ、厚着しすぎたかなっていう感じ、あの普通に半袖の T シャツとシャツジャケットを羽織ってるんですけど、福岡にね、帰り着いた瞬間が寒いんで、まあ、だいぶ薄着、た分沖縄に来るとき困るのが、あの体温調節がしづらい。 沖縄に来たらあったかいし、けど福岡、東京とかに帰ると寒いしみたいな、そうそうっていうので晴れました、ね、ホテルに泊まるのが一番の目的で沖縄に行かれたんですかでいうと、ホテルもそうだけど、一,応一番の目的はこのホテルと別に、えっと、沖縄のミニマリストさんのルームツアーを取るっていうようなのが、まあ、一番の目的かな。はい、あとは、この晴れのエミエールを見に来るっていう。 ようやく来れた、はい、渋さんが着てるシャツいいなこれですよねバックレスシャツっていう僕が開発した商品です福岡雨降ってますなんてことだえマジ <laughs> そんな同じ南の方でもこっち晴天なのに福岡雨降ってるんだ僕傘持ってきてないからあれだな福岡着いたらあの家までつっ,ってよ福岡空港から 最寄りの駅までで地下鉄で行ってで最寄りの駅から家までが傘ないんですけどなんと僕の最寄り駅にはあのシェア傘相傘っていうレンタル傘があるんで、まあ、今日手ぶらで来てますけどあの傘持たずに、まあ、最悪それ借り,た借りたら福岡の雨をしのげますねなるほど、うんうん、っていう感じですね自分が素敵だと思う家はどんなインテリアなのかえっと 考察するのに一度泊まってみたい自分の好きを見つけるの意外の難しいあーなるほどね確かに、まあ、なんかマイホーム作りたいとかどういうデザインにしたいとか、まあ、家のインテリア別に賃貸に限らず一回こういう、まあ、そうっすねなんかやっぱり僕ホテルにお金出すのいいなと思うようになったのがこのホテルですね、まあ、僕基本旅行するときってなんかあんまりホテルにお金使いたくないなと思ってたんですよどっちかというとあの、まあ、ホテルはアパホテルとかも東ー横インみたいなだいたい あのビジネスホテル泊まってでもうそこは寝るだけで基本的に、まあ、浮いた分のお金っていうのはなんか、まあ、観光名所行ったりとか美味しいご飯食べるみたいなお金の使い方をしてたんですけど、まあ、このホテル前一番最初2年前に来た時はもうこのホテルに泊まるためだけに沖縄来てもう直帰みたいなこのホテル以外ぶっちゃけ沖縄そんなに観光してないみたいな感じだったんですけどでもそういう楽しみ方 すごいいいいなと思いましたでせっかくホテル泊まるんだったらやっぱりこういうなかなかあの凝ったインテリアのホテルというか、まあ、ただのラグジュアリーホテルもまあいいんですけどなんか僕はどっちかというとこういうそのオーナーさんのこだわりとかあのインテリアへのそうですねなんかこうデザイン性の凝ったホテルとかにちょっとそうですねこういう、まあ、1泊6万円と。 安くはないんですけどもこれ一度体験すると自分の部屋のインテリアとか暮らしにも反映される学べるとこいっぱいあるんで、まあ、今日の朝もあれ言いましたけどやっぱねそうですねインテリアの参考にしたいっていう点でいうと昨日も話したけどここダイソンのドライヤーがあって電源コンセントがこの棚につながってると。 だから今日の朝もこ,これで乾かしましたもんこれねすごい本当にくしゃみが出る <laughs> すいませんはいっていうのでこれは本当に画期的あと細かいところで言うと実はなんかねここに 美品があるんですけど見てくださいトゥースブラッシュなんかデザインがすごいミニマルパッケージが細いフォントであとヘアブラッシュみたいな書いてますねここもすごいミニマルなデザインになってますね、はい、これって特注で作ってんのかな初めて見たそうそうなんかね まあここのホテル何がこだわってるかってそのエミールって書いてますけど、まあ、傘,傘とかタオルとか一個一個にちゃんとホテルのロゴが載ってて特注で作ってんだなっていうはい感じですね。ううん、ううんんんんですねはいよいしょなんかもし皆さんこういう 僕が好きそうなインテリアのホテルがあったら教えてくださいなんかね京都にも気になるホテルがあって京都になんか、まあ、真っ白い和室みたいな白木町の、まあ、ここまで真っ白ではないんだけど白木町のなんか畳の部屋とかなんか和な感じの部屋があって名前がちょっとパッと出てこないけどとか。 まあ東京にも一部、そういう真っ白ホテルとかミニマル、シンプルな感じのホテルとかあったりするんで気になってるんですけどぜひ、このホテルおすすめですみたいなのがあれば教えてください。ここを背景にしようかおなんか、ね。おあね白飛びしちゃうんですよね。 なんか生配信の時ってなんかピントフォーカス合わせる機能がなくてせっかくの、い,いや、これで。来た来た来たっていう感じですね、時間を忘れさせてくれるいい,がいや本当にそうですね、なんかもうスマホも触らずずっとのんびりしてますね、自然を見て。 渋さんの血液型は何型ですか？えっと a 型です。はい、几 <laughs> 帳面と噂の a 型です。神回の昨日、また神回の片付けを見ました。ぐっすり眠れましたか？はい、ありがとうございます。神回やっぱみんな神回って言ってますね。うんまあどのどの回もね。皆さん。 ね、素敵なその捨てられない事情とかあって出演してくれてるから僕はどの回も好きですけど、まあ、あの回は一番エンタメに飛んでるって感じですかね、まあ、YouTube っぽいというか、はい、でいうとねぐっすり昨日寝れたんですけどちょっとカバン持ってきますね最近マジで徹夜で動画編集するみたいなのとか早起きして。 イベント取材に向かうみたいな割とヘビーなスケジュールだったんでまあ、ね、寝てるんですけどなんかその次の日何も予定なくて睡眠時間気にせずぐっすり、ね、眠るみたいなことがあんまここ12ヶ月できてなかったんですけど今日は久しぶりにそうですね何も予定を入れずに来たんで超快眠だったんですけど眠るためにこの2つの薬を <laughs>。 いや別になくても寝れるんですけど、まあ、これはシンプルにあれですメラトニンですやばい薬とかじゃなくてなんか久しぶりに今日もぐっすり眠りたいなと思ってで昨日もお風呂使ってでもうできるだけ睡眠の質をもう今日最高潮にしたいなと思ってメラトニンを久しぶりに飲みましたメラトニンのサプリね、まあ、たまに飲むみたいな感じっすね常備してるんだけどこういうめちゃくちゃ疲れてる日とか 旅行の時旅行って意外と慣れない場所であの寝るからなんか興奮して寝れないってことは結構あるんですけど僕、旅先。ただ、これ寝る1時間前とかに飲むと割とぐっすりできるんでメラトニンですね睡眠系サプリの王道となんかこれあのアレルギー薬ですコーヒスタミンって言われるようなあのまあ アトピーの人とか花粉症の人とかアレルギー体質の人があの鼻水止まらないとかかゆみを抑えるために飲む薬なんですけどあ,のあれって副作用があるじゃないですかそうそうなんかあのアレロックとかアレグラとかなんかそのそうですねだから寝る前にこれ取るとかゆみとか鼻炎も止まるしまあその副作用で寝れるんでもう今日とにかく。 快眠したかったから、この2つを昨日飲んだんですけどバカ寝れますね。びっくりした。今日もう朝起きた瞬間パチッと目が覚めてはいで、この晴天っていうので。はい、あとね。久しぶりにこんなでかいベッドで寝たというか。なんか僕べ。もし今後ミニマリスト渋部屋にベッドを置くんだったら。 これくらいいのベッド置きたいななんかもう何にもない空間にベッドだけでかいみたいな、まあ、それが正しいんですけどねなんかアメリカとかそうらしいんですけどその物の数減らしてベッドだけでかいみたいなまあそれこそあのピンクの方のミーさんとかもそんな感じだったじゃないですか、まあ、ダブルベッドでめっちゃ広いみたいな物減らした結果もうソファーとベッドだけみたいなあの空間そういえばあの空間テーブルないな今思い出したけどはいっていうので。 キングサイズのベッドはなんかまあぶっちゃけめちゃくちゃサイズ持て余してるけどなんかいいっすねうん <laughs> 僕普段セミシングル横幅80とかで寝てるんでキングサイズって多分160でしょ2倍あるもんなん多分そうですよねシングル100ダブルが120クイーンが140キング160のはずなんで いつも寝てるベッドの2倍の広さだったんで <laughs>、ぶっちゃけて多分半分ぐらいしか使ってないんですよ、そうそう。けど、なんか落ち着く、こっち半分しか使わなかったけど、はい。っていうので、はい、あアミノ酸のグリシンも寝れますよでいうと、なんと僕が飲んでるこのメラトニンのサプリはグリシンが入ってるんですよ、そうそう。 グリシンとかテアニンとかが入ってると思うんですけど、まあ、これは何かえっとメラトニンとグリシンとなんかもろもろそういう快眠系のなんかサプリが、まあ、あの配合全部ミックスされてるナイトレストっていうサプリですねはいおすすめですしょなんか,睡眠,なんか睡眠導入剤とかではないんでガチの不眠症の人とかには聞かないと思うんですけど いう感じですすね渋さんイベントありますかそうだなんか沖縄に住んでらっっししゃいましたっけでいまたけででうと,ちょっと沖縄でイベントはないけど、まあ、2月7日、東京・代官山でイベントがあるのと、まあ、あと2月23日、福岡イベントあるんですけどそっちは満席にありがたいことになりましたね。はい、P さんのお人柄も良かったミニマリストになってみんな同じになるのではなくその人の色が際立つのが面白いそうですよね。うん、うん まあミニマリストになる人は大体、僕みたいなこう黒とか白、グレーみたいな多分、まあ、あとは無印良品みたいなナチュラルカラーとか割と落ち着いた色を好む傾向には絶対あると思うんです、やっぱりシンプルな生活したいから落ち着いた色味になるっていうのはまあ僕もそうですけど、けどああいう、ね、ピンクだけ残すみたいなのも個性が際立っていいですよね。はい健康は一番の資産って本当に思います。いや本当そううですね、うん まあもう体調を崩した後ににもっと言うとまあ予防医療って言われるようなね普段からその病気にならないように運動したり睡眠ちゃんととったりとか運動したりっていう,こう病気になる前の対策が一番大事だと思いますね病気になってからなんかその治そうとしてってなるとうそうですねお金もかかるし時間もかかるし、は。い そうなんですよ僕が病気しちゃったら YouTube とかも更新できなくなっちゃうんでですね本当健康が一番の資産ですねですね「泣き人の海は離島並みに綺麗い,いや本当綺麗ですよね海透き通ってるいやこれちょっと肉眼で見てほしい皆さんにまあ動画で見ても綺麗ですけども」 ね、これは本当にちょっと肉眼でぜひ見てほしいちょっとスクショしたいちょっと一旦<ん>若干止まるかもこれ毒いけるのかなうんうんいけるあとね多分動画には音が乗ってないと思うんですけど セミ,セミじゃないななんか自然の音が気持ちいいなんか僕それで言うとあの都合のいい自然が好きでなんかね落合陽一さんが言ってたんだよな都合のいい自然みたいな表現を言っててで僕もなんかねキャンプとか正直まだそこまではまりきれてなくて。 まあなんか自然が好きこういうの見るの好きなんだけどね面倒、まあ、くさそうだなとか雨風濡れその寒い中で過ごすのとか、まあ、自然の中でサバイブするので結構面倒くさいことも多いなみたいなのでキャンプねそれこそ家に寝袋とかあるしなんかハマりたいと思ってるそのもうリュック1つでできる軽キャンパー軽いキャンパーみたいな、まあ、キャンパーもいろいろあるじゃないですか。 ミニマリストスタイルでカバン1個でどこまで行けるかとかもう車で移動してガンガングランピングじゃないけどもうガンガン豪華にしていくキャンプとか僕どっちかというとミニマリストスタイルのキャンプに興味があるんでいつかやりたいとは思ってるけどまだ行動に移せて,てないってことは多分まだそこまではまりきれてないっていうので,で僕過去キャンプ2回行ってますけど全部あの手ぶらキャンプ系グランピング系のもう行ったら最初についてるみたいな。 タイプなんでガチのキャンパーの人からすると物足りないとは思うんですけどもそうそう。っていうので僕でただその都合がいい自然で言うとこういうなんだろうなんこのホテル自体はすごいもうね綺麗に整理整頓されてて居心地いい空間から自然が見えるというかそうそうそう自然は楽しめてるけど都会の生活ができてるみたいなもうそういう。 自然が好きなんですよね多分、うん、都会のそのそ大都会の中にある例えば代々木公園とか福岡でいう大堀公園みたいななんか都会都市と自然が調和してるみたいな感じのバランス感のものが好きで、まあ、まさにこの空間がそうですね居心地のいいホテルの中から大自然が見えるみたいなうんうん。 まあ直にガチキャンプよりグランピングぐらいがいいいや僕もどっちかというとそっちのタイプなんですよね。っていうただまあはまってみたさもありますね。うん、ね。うんうん。物を減らして棚もテーブルもなしの大きなベッドと間接照明と姿見だけの一人部屋が欲しいああめっちゃいいですよねそれ。 それが理想、まあ、僕の家もそれに近いというかもう基本ソファーベッドだけしかない、まあ、テーブル出窓にしてるしなみたいなあと関節照明置いてるだけっていうので僕もそういう部屋が理想ですねうんうんいやあマジですいません落ち着く言葉にならない うんうんうん、っていうのでですね皆さんもぜひ沖縄ちなみにね沖縄結構安いというか、まあ、僕多分飛行機代片道1万4000くらいあじゃあ往復で1万4000くらいですねあの僕大体 LCC 安い飛行機使うんで JAL とか ANA ってめったに乗らないあの仕事でい向こうの会社さんが 飛行機手配してくれるときに JAL とか ANA とか多いんでそういう時しか乗らない自費で JAL と ANA ほぼ乗ったことないんですけど、うん、まあ,あの沖縄は福岡沖縄間はあのピーチがあるんで格安飛行機 LCC のそれ使ったらなんか7000円ぐらいでしたね僕片道うん全然安い。 しかも LCC 使うと例えば東京に行く時って羽田空港じゃなくて成田空港になったりするからまあ安いなりに飛行機代安いけどその代わりちょっと空港が遠いみたいなデメリットがあったりしてで結局そこからまた高速バスとか新幹線乗ったらその分ちょっと料金かかっちゃうみたいなのがまあ福岡東京まあ僕も福岡東京全然 LCC 使いますけどただねあのここ沖縄は基本那覇空港に着くから。 LCC 乗っても他の j a l a n a スカイマークなんでもそうなんですけど乗っても同じ空港に着くからねだったらもう LCC 安い方でよくないっていうので思うんですけど意外とリーズナブル多分夏休みとかあのピークの時に来なければ意外と沖縄安く来れるんだなと思いましたね、はい、あとなんか前 1>, 1ヶ月前、12月も沖縄来てるんですけど、そのとき、たぶん飛行機が4800円とか5000円くらいだった気がしますね、12月の沖縄。はいっていうので安くと、安く来れましたね、沖縄は、はいあ。主人がガチのキャンプ派なんですけど、ガチキャンプだとコンロやテントや椅子やランタンなど、その他もろもろがめちゃ増えて大変そうですね。 なんかキャンパーもはガチではまると逆に荷物めっちゃ増えちゃうというか前なんか出張片付けあのお片付け企画の一番最初の方がみつさんっていうあのモザイ顔にモザイクがかかってた男性の方もキャンプとかあの夏フェスが好きだからっていうので、まあ、夏フェスも結構今キャンプ場あったりするじゃないですかっていうのであの押し入れの中部屋はミニマリストすっきりしてるけど押し入れがぎゅうぎゅうの方 だったんですけど、その押し入れの牛乳の半分ぐらい全部キャンプ道具でしたもんね。そうそう、こだわると結構物は増えちゃう。まあ、別に好きだったらいいと思うんですけど。なるほど。うん、うんお。来年沖縄来るの確定、今から楽しみできれば友達と行きたい。そうですね。ここ僕も三回とも一人で来てますけど、まあ、基本ここ二人まで泊まれるんで。二人で来て割り勘が一番いいと思いますね。 あと僕みたい多分ね僕は一人ぼっちが全然辛くないタイプなんでいいんですけどほらこの部屋を見たときにその真っ白すぎて物も少ないから多分落ち着かないみたいな人もいるって話はしたと思うんですけど結構1人で来ると孤独感はあると思いますね多分ぼっち体制がない人はこの空間で1人あともう1個小さい部屋があるんですけどね、はい、ここは2人で泊まれるんで。 仕事中にこっそり見てますありがとうございます <laughs> <laughs> はいちなみにまあちょっと天井から吊るすとこんな感じ、はい、結局テレビは一度も見ずだったな、はい、超薄型テレビマジでテレビが薄い これホテルですかそうです。沖縄のエミールなき人っていうラグジュアリーミニマリストホテルがコンセプトです。ちゃんと公式ホームページに書いてます。ラグジュアリーミニマリスト。いいっすよね。なんか僕も一回その路線行ってみたいな。まあ、僕はなんかそんなに家賃とかにお金払うタイプじゃないし、部屋もそんなに高級家具とか置いてないけど、まあイメージホストのローランドさんとかは多分ラグジュアリーミニマリストスタイルって呼ばれるような、 感じだと思いますけど、うんまあいなんか一回くらいそういうスタイルに振り切ってみたいな「まあ、次の家そうしようかな」とか言ってそう「次が20代最後の、ね、家になるんで、まあ、1年に1回くらい引っ越したいな」っていうのをずっと言っててぼちぼち1年なので今内見しようと思ってるんですけどうん20代最後だから。 うーんなんかね僕タワーマンとかマジで興味ないんですけど、まあ、友達の家とかだいたいタワーマン住んでる友達とかちょいちょいいるんでそ行くたびに思うのがやっぱりエレ,あのエレベーター長すぎみたいな最上階が20階30階とかなってくると全然エレベーターこねえし投げえんだけどみたいな <laughs> とか、まあ、よくあるのが高層階に行くとなんかお米がまずくなるなんかこう。 そのお米がうまく立てないみたいな話聞きますけどまあシンプルに引きこもりになりそうフットワーク落ちそうだなとかって別に興味はないんですけど正直ただまあ僕このミニマリスト渋っていう発信者じゃないですか人にこう伝える立場の人間として例えば僕あんまりその生活するのに必要最小限のお金で十分とかそんなにフリーター時代 大した収入なくてても幸せに生きていけるみたいなことを言ってるけどとかまあ一応ね実家が結構割とお金持ちの部類だったんで、まあ、裕福な生活させてもらってたからね、まあ、その時と比べてミニマリストの今がお金ないからといって別に全然不幸とかじゃなくむしろ物がないことで精神的物理的にも身軽で心地いいっていうので。 まあそれはそれでいいんですけどなんか一回そのお金はそんなにいらないとかちゃんと伝えるためにはなんか僕がもうブルジョワの生活してるの一回見せた方が説得力は増すよねみたいな、まあ、1年だけタワーマン住むとか何でもいいんですけど、まあ、別に住めなくはないんで稼ぎ的に正直言うとうん別に興味ないけどその自分にとって別に必要ないっていうことを語るために住んでみたさみたいなのはありますそういう。 ママンスリーとかでタワっていううんタワーマンは地震起きた時とかのエレベーター動,く、まあ、動かなくなりそうとかまあまあねそうなんですよね僕むしろね海水低い方が好きなんですよねあんま高いところ意外と高,高所恐怖症というかまあまあまあジェットコースターとかは全然乗れるけどなんか高いところって割と。 落ち着かないので僕2回とか3回が好きなんですよねマンションとかでも。エレベーター使わないでも階段で降りた方が早いみたいなとこの方が僕ほらとと一緒に暮らすすみたいいななことをよく言ってるじゃないですかあの家のお風呂入らずにスポーツジム行ってそこで大浴場入るとかもろもろあと一日1万歩歩くとかっていう時にその高層階だとエレベーター降りるのが億劫になって。 絶妙にに出なくなくっちゃうんですよ本当に僕今まで一番高いところが5階かなだいたい家賃安いところって築年数古いところとかだと5階建てまで5階建てまでなんかエレベーターいらないとかあるんでしたっけなんか4階か5階だかまでだったらエレベーターなくても法律上いいみたいなことをなんか聞いたことがあるんですけど。 そうそう家賃安いとこ行くと築年数古くてかつその5階建てでエレベーターないみたいなとことかも住んだことがあってだいたい4階より上になってくると階段で降りるのおっくりになりますね3階までかなうん4とかになると結構階段がしんどくなってきてみたいなのがあって2とか3ぐらいが実は自分的にはすぐ降りれるんで。 低層階の高級マンションそれが一番コスパいいみたいなの言いますよねその下の方のタワーマン住むとエントランスのサービスが受けれたりとかするし、まあ、低めだからすぐ降りれるしとか階段とかでねただなんかねタワーマン住むんだったらもう高層階住んでみたいんだよな <laughs> っていうのもありますね確かにそういうね低層階タワーマンはコスパいいんだろうけどなんかもうコスパの良さ求めて住む場所でもない気はしてるから。 もう住むんだったらもうザ高層階街の眺め一望できますドヤみたいな空間に行ってみたさもありますが、うんですね、次の家どうしようやっぱり引っ越す先は福岡ですか何が条件ですそうですねちょっと来年1年までは福岡いたいですねちょっとまあ仕事の関係とかもろもろうん まあ福岡っていうのは決まりですね。うん。多分で、まあ、引っ越し先の条件かまあ僕は大前提あんまり生活コスト上げたくないから、まあ、家賃抑えめ住みたいエリアを決めたらそこから家賃や水準で見ていって納得できる物件住むみたいな風にしてますねあとまあ部屋数が少ないワンルームとかの方が僕好きなんで 1K とかでもいいけどやっぱドアとか壁。 1LDK とか仕切り壁とか仕切るものがあると平米数に対して狭く見えちゃうからまあイメージ本当でもこういうホテルですねその一室がめっちゃ広いみたいな別にこれドアとか壁で仕切って2部屋にしようと思ったらできると思うんですけどこっち側は全部一面ガッとつながってるみたいなで一応ここにまあ水回りと玄関仕切りの壁あるけどまあほらドアがないからみたいな そういうい障害物がない物件がいいな、まあ、デコボコ物件とか言われる物件は、かな収納が多い、壁が多い、ドアが多い、突起物がなんかやたらある、柱とかがあるみたいな,なんか物件はあんま好きじゃないですね、まあ、今、僕が住んでる部屋もそうじゃないですか、あの今のミニマリスト渋部屋ってもう、ワンルもうザワンルーム、まっさらなんもないみたいな、収納はいらない、マジで、収納がある部屋はあんまり住みたくないですね。 なんか収納にお金払、毎月家賃に払いたくないなというのもあるし部屋も狭く見えるしそもそも収納するものもないしみたいなまた台車で引っ越すんですかそうですね場所によるけどそうですねまた台車で引っ越すかもしれない、うんうん、福岡のイベントは満席になりましたかそうなんです,すみません満席になってしまいましたまた次回よろしくお願いします。 神奈川に来てくれないかな藤沢に素敵なつったやがあちょっとまだ言えないなはい、まあ、東京関東圏東京じゃない関東圏のイベントが実はありますね控えてますねお話しいただいてるのではいうんうんうん シングルマザーで賃貸で窓がたくさんあるところに引っ越しました数年後に再度引っ越し予定なのでカーテンは購入したくないのですが何かお勧めはありますかカーテンをしないと隙間風がすごいので渋さんのご意見をお伺いしたいですああ、なるほどねわかるあのカーテン僕嫌いな理由が引っ越しする時に面倒くさいからっていうのがあります僕もポンポン引っ越すんでという時に間取りによってカーテンの幅とか高さ違うから それのたびに寸法して買いに行ってでしかも布物だけど意外と体積でかいからかさばるしみたいなあと真冬はかびるしなとかあってもう僕カーテンアンチなんですけど部屋に絶対置きたくないものカーテンって言ってるくらい <laughs> カーテンアンチなんで、まあ、この部屋もそうじゃないですかもうカーテンいらないというかもうこの部屋とかカーテンしたら終わりですよこの絶景が見えないしまあ一応ねカーテンじゃなくてブラインドみたいなものが実はこの部屋で あるんですけどあ素敵な青がまあこんな感じでロールカーテンブラインドっていうのかな暗っやっぱ日光って大事だな うんまあ、なので外から見られたくないとかなんか締めたいときはこうやってあやばい、ごめんなさい、やばい、やばい、ちょっと待って、壊しちゃう、壊しちゃう、ほあそこに照明を置いてるから、ほっ、よいしょ。で、 こんな感じでままりますおーはい暗っ <laughs> っていう感じであのこんな感じで真っらになります。はい、っていうのでね、まあ、僕もカーテンアンチなんですけど、まあ、おすすめはね隙間、まあ、風があるのか <laughs> まあやっぱ定番はあれですね。ブライン こういうい感じのブラインドにするとか、まあ、僕の我が家がやってるのはあの目隠しシートです、ね、透明のフィルムを貼る目隠しシートがおすすめですけど、まあ、あとなんかミニマリストの人で多いのは、まあ、僕と同じ目隠しシート貼るか、まあ、薄いレースカーテンだけレースカーテンだけにするとかするとまあカーテンはあるけど生活感出ないし、まあ、値段も安いしっていうので。 とかまあ、あとブラインドかなカーテンじゃなくてブラインドの方が生活感は出ないっていうので、はい、じゃじゃんいいです、ね、八木さんの部屋も素敵でしたよね窓から緑が見てあそうそうそうあそこはねもうザ・デザイナーズで家賃もクソ高いですよ、はい、多分あの普通の賃貸情報サイトに出回ってないような デザイナーズ物件に住んでらっしゃったのででも彼はやっぱりなんかあの空間、まあ、おしゃれだけどもう満足したみたいな、まあ、まあやっぱり夫婦2人と犬1匹で暮らすにはさすがにちょっと広すぎて持て余してるからっていうのでなんかコンパクトな家に引っ越してましたね渋さんの2人暮らしも見てみたい実はねちょっとそういうの企画してたんですよ あの男性ミニマリストとそう,そうまあ言ってもいいかボツになったしあの僕の YouTube のアシスタントやってくれてる陸人くんっているじゃないですかあの真っ白い部屋に住んでる愛用品チャンネルに出てくれてるリクトさんとミニマリスト男性2人でルームシェアしたらどうなるのかみたいなのなんか気になってで僕もやっぱり一回共同生活した方が そのね、大変さもかかるじゃないですか例えば、まあ、ミニマリスト男性2人とはいえ置きたい家具とかこだわりが多少は違ってくると思うから冷蔵庫置くのかとかテレビ置くのか洗濯機置くのかなんかいろいろ2人で話し合ったりしたら面白そうだなと思って結構2人でね内見というか2人で住める男性2人で住める部屋をめっちゃ探してたんですけど全然見つからなくてそう。 そうなんですよ。だから最初それで進めてたんですけど、実は言うとね。マージで物件がないんですよ。あの男性二人のルームシェアって嫌がられますね。そうそうそう。なんか。二人暮らし。でもだ。男女、男女で同棲する場合と男二人のパターンだと男二人が多分一番。入りづらい。まあ要は。えっと大家さん側から見たときに。 例えば夫婦2人が住む同性カップルが住むとかだとなんかもう結婚見越してるのかなとか、まあ、ちゃんと今後も長く住んでくれそうだなっていうのがあるけどなんか男友達2人ってなんかその軽いノリで家賃を抑えるためにとか仲いいから住もうぜみたいなノリで住むから、まあ、なんかちょっと仲が悪くなったりとかそのまあ要は退去するリスクとか高いよねみたいなとか片方が家賃払わないとか。 男性2人ってそのコ,ミットしコミットしないというか真剣度合いが低そうみたいな理由でなんか嫌がる大家さんが多いらしく。そうそうっていうのでねなんかこの物件いいよねとか思って聞いてみたら男性2人のルームシェアは駄目ですみたいな多分ね気になる物件78個くらい出して全部ダメでしたね。何一つどこも受け入れれてくれなないいみたいな そそうそうアリクトさん見てるわそう同性での同棲そうそうそう難易度高くてね思いましたこんなに物件見つからないんだと思ってまあ多分みんな隠れてやってるんでしょうねあの男の2人男同士でルームシェアしてる人たちってうんだから僕たちはさすがに YouTube でその生活の様子とかを出すからこっそり1人片方の名義で契約して後から住まわせるとかまあ絶対できないから、まあ、でも実際みんなやってるんでしょうねっていうくらい。 全然見つからなくて、あの結局、断念というか <laughs> まあお互いそこから忙しくなってもうバタバタしちゃってみたいなうーん女同士もかなあどうなんでしょうね、なんかちょっと僕たち男2人だったんでわからないけどちょっとね、そうなんですよ、2人暮らしを、ね 1, 回まあ、1, 年間1年間の期間限定だったらやってもいいかなと思って進めてたんですけど、頓挫してますね、今。 だからなんかね僕生活スタイルね来年一年をがらりと変えたいっていうのは正直あってさっき言った「トワマンにあえて住んでみる」みたいなのとかラグジュアリーミニマリストスタイルとかもそうだし2人暮らしするとか、まあ、なんかねぶっちゃけ前の四畳半みたいなちっちゃい家とかも探してはいるんですけど、まあ、それは過去にやってるしなみたいな。 なんか20代最後にやっとくべき生活スタイルというか、まあ、そういう意味ではなんか20代のうちに一回タワーマン住んどきたいなとかは、まあ、後々いろいろ語れるかなとは思うから興味はあるけど、まあ、それはもう自分がやりたいからっていうよりは発信者としてって感じなんですよねどっちかというとまた物件探しましょうねなんかそういうふうに <laughs> もう一回諦めずに2人暮らしするのかとか是非ミニマリスト支部にミニマリスト支部と陸と2人に。 家をを貸しててもいいいいいぜっていういい物件をお持ちの方ちょっとミニマルな感じの一応ねその時はなんか 2LDK とかか探してたかなそれぞれの個室とえっとそうですねリビングなんで 2LDK で探してたんですけどはいちょっと 2LDK くらいの物件で自分に貸してもいいよみたいな大家さんが。 福岡,福岡がいいですね、2人とも福岡なんで、福岡でい,たいないだろうほぼ、めちゃくちゃ条件絞られるけど、まあ、はい、ですね、以前に不動産に興味があるみたいな話があったと思うんですが、まだやってみたいなとかありますか、渋さん監修のミニマリストのとに興味があるそうなんですよ、なんかそれの、まあ、予行練習として2人暮らしはしておきたいよねみたいな感じだったんで、興味は全然あるんですよ。とかね。 強、うんまあ、いて言うなら、ねまあ、できなくはないんですけどちょっとまだ言わないで西人のタワーマンで地下鉄直通あそこですよねあ友達が住んでるんですよあそこ家賃めちゃ高くないですか多分福岡市内で結構トップクラスに家賃高いと思うんですけどブリリアントタワーみたいな名前のところですよね西人の。 なんかかか新築ででできたばっかだからでもねあそこのタワーマンいいんですよそう地下鉄直結でスーパーとつながってるからそうそうその住んでる友達がいてなんでそこに住んだのかって聞いたらそのタワーマンのエレベーターで降りたら直結でスーパーに着くからみたいなあそれは確かにいいなと思ったんですよね。ねなんかタワーマンのメリットというかそうそう地下,鉄地下鉄とマンス,スーパーが直結で。 タワマンとそのまんまつながってるから、まあそれは確かにいいなと思いましたね。うん、そうそう。あそこね、でもちょっと高すぎる。さすがに。はい。うんうん。海外移住が見てみたいね。海外移住は興味ありますね。まあ三十代のどっかでやりたいな。はい。東北ですが別荘にどうぞ。すごいなんか <laughs>。 ブルジョワの方がコメントしてくださってる。ちょっと興味ありますね。はい、ありがとうございます。あ、ur なら借りれますよ。多分なるほど ur で r っていうあの吉岡里帆さんの ur といえば、無印良品の物件のイメージがめっちゃあってあのね。無印良品が団地をリノベして誰 ur で出てますもんね。なんか僕多分過去 youtube で取り上げてるんですよ。多分ミニマリスト支部。 無印良品 UR とかで多分検索すると出てくるんですけどね和室を真っ白に改造してる無印の家とかあったりして確かに無印良品の家とかもいいしあれ2人で住めるのかちょっと確かに要検討ですねなるほどいいことを聞いた,ただ無印良品の物件にミニマリスト2人で住むのは面白そうだけどあれってなんかね結構ね アクセス悪い場所にあるイメージまあいいんですけどうんまあちょっと興味はありますね昨日は何か食べましたかでいうとお弁当を食べましたねあのあとお弁当をちゃんと食べてまあでもそれくらいですね、はい、あ,あまだプロテインが余ってるな取ってこようプロテインとジュース類がまだ余ってるんではい せっかく入ってるんで飲むか冷蔵庫見せたことありますっけ冷蔵庫こんなふうにしょほ冷蔵庫こうなってます今水と炭酸水と十六茶とあとハーゲンダッツが1個余ってますがちょっと僕はストロベリーがそんなに好きではないので 他の人に食べてもらおうっていう感じでこれをいただきますあとアーモンド効果はちょっとナッツアレルギーなんで飲めない、はい、フルーツジュース減ってるあちゃんとあそうそうフルーツジュースも昨日飲みました鉄分補給プラスクエン酸 トロピカーナ、これを飲みます。ちなみに放送は1時まであります。ほ、まあ、本当はチェックアウトここ11時なんですけど一応なんかちょっと生配信用に特別にちょっとチェックアウトの時間延ばしてもらってて、まあ、一般の方でもなんかプラス5000円1時間5000円でなんかあのチェックアウトの時間は伸ばせるみたいです。ちょチェックアウトは11時です普通は。 ホテル近くの海岸お散歩動画見てみたい確かにちょっと生配信だからさすがになんか外出るのは場所バレるなというかまあ生配信してる時点でも渋沢沖縄のここにいるんだっていうの特定できるけどさすがにここまで結構遠いんでストーカーの人でも来れないでしょみたいな場所だから配信してるんですけどいただきます。 なんかこの空間にいるとただのフルーツジュースですらなんか高級品に感じるあいいねなんかごご飯ってその味そのものの味も大事だけどどこで食べるかどんな食器に持ってるかとか誰と食べるかみたいのが結構大事だと思っててうん なんかこの空間で食べるものを全部うまく感じるんだよなこういう安普通の市販のフルーツジュースでも、うん、そう昨日 そうそうそう確かにカップラーメン家か山かでかなり味変わるあ確かにあのこの前も僕キャンプ年越しキャンプしたんですけど僕そばアレルギーだから年越しそば食べれないんですよ。っていう時にその毎年いつもどん兵衛とかカップうどんみたいなものを食うんですけど去年は一蘭のカップラーメン一昨日か2022年から2023年になるカウントダウンの時は一蘭のカップラーメンあのクソ高いそ 1> 1個500円するしかも具材が何も入ってない麺とスープだけの一蘭のラーメンちなみにあれはそんなに500円の価値はないとか言ったら怒られるけどあんま別に美味しいと思わなかったけどはいあのねそうそうだからキャンプ場で今年2023年から24年の年越しはあのカレーヌードルカップヌードルのカレー味を食べて年越ししたんですけどそうそうあのゆるキャン あるるじゃないですかゆキャンアニメ「ゆるキャン」ャンのりんちゃんが多分あのまあアニメ見てもらうと多分一話かには結構最初の冒頭の方でもなんかそのリュック一つでキャンプ場行ってであのカップヌードルカレー味を大自然の中食う,食うっていうそうそうそうあれなんか公式カップヌードル公式でなんかちゃんとコラボしてた気がするんですけどそうそう。 ののであの大自然の中で食うカップヌードルカレー味は本当においしかったっすね、うん、大自然の中であんなジャンキーなものを食うっていうのが良かったギャップそれに近いものを感じますね、うん、素敵な空港 素敵な空間のお裾分けを見ながら、お昼ご飯を食べてます。あ、もう十、ランチタイムだ、本当だ。ぼちぼち、仕事もランチタイム、休憩時間かも。あ、人が増えてきた、確かに。ゆるキャン。ですね。ホテルって、自分の部屋のこうしたいなってイメージができるので、たまに行くと楽しい、いや、本当そうですね。 僕はかなりこの部屋に影響を受けているのでなんか多分ん隣の部屋の清掃が始まったのか掃除機の音が聞こえるんですけどこれ音入ってますもっと音,音がうるさいとかだったらちょっと窓閉めようかなと思うんですけど閉めるかちょっと音が気になるな最後ああでも昼の12時だからなのか晴れてきた。 また晴天インフィニティープールちょっと濡れるけどこんな感じですお昼12時沖縄の海ですうわー、まじで気持ちいい。 皆さんも、これ、楽しんでください。やばい、ちょっと待って、濡れてる、あ、足濡れてるけど、ちょっとこれ拭かなきゃ。ちょっとタオル、ちょっとこんばんは、ま。普通に、こう、裸足で歩いていいって言われてるんで。ちょっと、服用のやつを。あとで拭くかよいしょ。ほほほ。 そこ,拭こうなんか音入りますね掃除機の音。あでもなんかいいか。 あまり有名になりすぎると登録者もミニマリズムしたいと思ったりしますかで言うとなんかまあ街中で声かけられることが本当に最近ありがたいことが多いんですけど登録者云々というよりはプライベートがなくな,な,くなりつつあるなというか何だろうな、まあ、街中歩いてて常に誰かに見られてるんじゃないかみたいなところの、まあ、今はもう慣れだいぶ慣れたけどやっぱありますね少なからず。その なんかまあ前あったのが <laughs> あのまあ一番困るのがあのデート中というか,なんかまあそれこそ前昔ですけどそのまあ女の子と手をつないで歩いてる時に後ろから声かけられて <laughs>「応援してます」って言われてそれはちょっとさすがにあの困,あの困りましたねもう昔ですけど。 さすがにそのタイミングはと思ったんで <laughs>、うん。とか、なんかどこどこで歩いてるの見ましたみたいなとかあるので、まあ、なんか僕一人の時とかだったら全然いいんですけどなんか友達といる時とかそういう時に声かけられるとさすがにちょっとなみたいなのがあったりして、うん、そうなんですよとか何かあったかな。うん まあやっぱりでもちょいちょい渋さんどこどこにいましたよねみたいなメッセージはいただくんでそうしたら声はかけられてないけど多分声もかけられてないし別に DM をわざわざ送ってないけど多分僕を見た人とは結構いると思うんですよそういう意味ではやっぱなんかもう割と常にどこかで見られてるかもみたいなのはありますねうんとか前あったのが飲食店で友達と 割と仕事の話をしてて売り上げこれでこれでいくら稼げてるみたいな話とかを割とお金の話を赤裸々にやってた時があってでなんかね立ち飲みバーか何かだったんだよねそれ確か。で立ち飲みバー出た後にあのにんか後ろから追っかけてきてくれて人がいて「渋さんですよね」みたいな。 YouTube 見てますみたいなまあ多分気を使ってくれてさすがに食事中食事中に声かけるのはだめ、ま、そのもはか,かかるから気使ってくれて多分出た後にもう本当に一瞬だけ声かけてくれたんですけどそのタイミングが悪かったというかあ多分このいくら稼いでるみたいな話全部聞かれてたんだろうなみたいなうわしくったみたいなのは思いましたね。その追っかけてくるというかそうそうそう、うん、出た後にね会計終わった後に。 だったんで、そのうかつにその立ち飲みバーみたいなところであのそういうお話しちゃダメだなとか思いましたね。どこから漏れてるかわかんないから。まあだからなんかそういうユーチューバーの友達とかと飲むときはなんかやっぱ個室選んだりとか、ちょっとそういう気遣いまあお店選びとかもちょっと限られたりとかはやっぱありますね。うん。 林さんがよく会いそうなシシチュエーションですねその話しかけられるタイミングでと林くんは同じ福岡に住んでるんで純粋にちょいちょい遭遇しますねあああったな林くんにもそのデート中見られてて写真撮られてるみたいな <laughs> あいつマジや,やってることやばいその2人で歩いてて僕がそこを なんか女と歩いてて草みたいなラインで送られてきて写真バシッと文春みたいに撮られてましたねはいこれ友達だから許されるけど <laughs> そうなんですよ僕もでもあります逆のパターンはその友達がみたいなはい、まあ、福岡あとね僕が住んでる福岡っていうのは結構コンパクトなんでそう あの東京よりもねすれ違うんですよだけど東京にいたら全然声かけられないですうん、まあ、僕も東京で芸能人とかあんま見たことないしなうん福岡歩いてると福岡のローカルタレントさんとかしょっちゅうそれこそなんか地元のアイドルの人とか全然見かけるんですけど声かけないですね僕は僕は声かけないタイプですけどうわいる本物がいるみたいなちょっと感動はするけどさすがに知ってる人だったら声かける勇気はないから そっと見るだけみたいなそうだから福岡はねそのみんな大体博多か天神っていうこの2箇所東京でいう渋谷新宿みたいなこの2箇所しかないんで遊ぶ場所がざっくりね他にもあるけどメインの遊び場はそこだからでその遊び場自体も何だろう特に天神東京でいう渋谷みたいなところは割とコンパクトなんですよ。そうそうだから結構ね とその学生時代の友達とか福岡,福岡ローカルのタレントさんとかしかり結構見ますねうん。って感じかな。全身黒いので逆に目指すあそうなんですよそれそれ。僕マジで本当に 毎日同じ服着てるんで決して YouTube とかテレビ用に衣装で毎日同じ服着てますとか言ってるわけじゃなくて本当にこの生活をもう10年ぐらい続けてるからだからもう決まってるんですよこのバックレスイズ JP のバックレスシャツにこの GU のバギースラックスにあとはあのオンっていうスニーカーのクラウドモンスターっていう、まあ、この3点セットででちここの髪型で <laughs>。 しかも僕まあ無駄に色白いからねなんか僕多分目立つんですよねうん、まあ、客観的に見てても思いますもんなんか街中歩いててなんか自分目立つというか服装もしっかりそうだけどシルエットしっかり肌の色とかもろもろんかうん,なんか明らかに渋さんなんですよ、ね、多分街中歩いてるとおそらく前もなんか服装で気づきましたみたいな人は結構いたんで何で気づいたんですかって聞いたら 服装が一緒だったたのでみたいなだから僕のこと知ってくれてる人はもうこの服装知ってると思うんでそれもありますね多分ミニマリストだからこそ目立ちすぎるというかこのスタイル毎日同じ服を着るスタイルが目立ちすぎるっていう、まあ、まあそれゆえに際立ってるとも言えるんでまあほら僕よく言うじゃないですか服が好きだし、まあ、なんかこう毎日同じ服を着るからこそ個性になるみたいな。 まあなんかのび太くんはいつも黄色と青の短パンでみたいなとかマリオは赤い帽子かぶっててみたいなジャイアンはオレンジの T シャツみたいなそうそうそうなんかその個性キャラクターの服装とかもパッとイメージできたりするじゃないですかそうそうなんか渋イコールこの黒いシャツとパンツみたいなそうそうだからまじ一時期本当に変装用に帽子買おうか迷った買ったんですよ一回あ,あのバケ派みたいな。 あのの目元隠れる系のバケットハットトハ買ったんですよ実は前ユニクロかなんかでユニクロっすねユニクロで買ってでもうバレないようにかぶってたんですけどやっぱ僕帽子がマジでに苦手でなんかね帽子定着しないんですよね、うんまあ、なんかマスクとかもそうだけどなんかあんまり顔隠すためにサングラスマスク帽子とかもなんかあんま性に合わなくてうん。 頭蒸れるしなみたいなものがあってうん諦めましたねっていう感じですねあとねもっと言うとえっとね僕って別に12万人だからめちゃくちゃそんな何100万人200万人いる YouTuber の人と比べても全然数字ないけどそれでもこんだけ声かけられるんで。 とか僕なんか自分の中の統計データだと福岡の街を8時間歩けけば絶対1回は声かけられますねうんだからまあ本当に週2回ぐらいはコンスタントに週2回3回とか多い日は1日4回ぐらい声をかけられたことあるんで僕レベルでもそんだけ声をかけられるんですよ。これが僕がもっとなんか30万人50万人100万人の規模になったら多分もう毎日声何人も声かけられるってなるんですかねわかんないけど。 少なからずまず10万,10万人でもそれくらい声かけられるし、まあ、あとね僕多分登録者の割に再生数多いんですよ12万人だけど平均再生回数が多分今7万ぐらい67万ぐらいあるのかな直近はもう全然最近は10万再生とか、まあ、12万登録だけど12万回以上登録者以上再生されてる動画もちょいちょいあるから登録はしてないけど見たことあるって人もいっぱいいるんですよね。 僕の場合はとか、まあ、ショート動画とかも一部なんかあの水没した動画とかは多分3,000万回くらい再生されてるんですよあれ TikTok リール YouTube ショーツとかで僕だから結構初め,初めましてでなんかその自己紹介する時に、まあ、SNS のアカウントとか教えると。 あのあこの水没の動画見たことありますみたいなのめっちゃ言われること増えてなんか最近はミニマリスト渋ってよりも水没した人みたいな水没したミニマリストの人みたいな風に言われることめっちゃ多くてそうなんかだからね意外とその登録者以上に意外と見られて,て,る,見られてるからそうなんですよまあそういう悩みはありますねさすがに声かけられるのが増えすぎてるみたいな。なんか とかあとなんか最近は思い出した前ど場所は言わないけどそうだなんか柴田さん見たな,な YouTuber の柴田さんがいてもうまんまだったからさすがに気づいたけどなんか普通にご飯食ってたら向かいの席に柴田さんいてで柴田さんパソコン開いてカタカタカタって動画編集してる本当にだからすごい努力してるなと思って。 さすがに声かけたりはしなかったけど本当になんか多分仕事の合間を縫って動画編集頑張ってるんだなと思って感動しましたね。はいとかそうっすねっていう感じですかねなんか声かけられるのとか嫌とかは全然ないんだけど多すぎるとさすがにみたいな感じですかね。見つかりたくない時だけ色物着ればみたいな。 うん、なんか変装変装用の服買わないと美依さんの部屋でピンクをまとった渋さんも新鮮だったあのピンク色のジャカーディガンプロデューサー巻きした時ですよね,、うん、ですね前髪センター脇でセットしてる渋さんね僕センターパート興味あるんですけど うーんなんか最近マジで前髪が全然癖毛がなんかな,なんか29歳間近になってなんかね昔ここに癖なかったんだけど前髪だけ癖があって後ろの襟足部分とか全然癖毛なかったのになんかうねるんですよみたいな,なんか年齢とともに癖が強くなってて。 なんかマジで前髪が最近ほんとくるっくるしてなんかもう前髪なくしたいなっていうのを思ってるんですけどセンターパートって僕整髪剤つけないからワックスとかなんか前髪センターパートつくの難しそうだなっていうイメージがあってこの髪型の理由は適当にヘアドライヤーバーって乾かしたら前髪落ちてそれっぽくなるから楽だからこれをやってるって感じなんですけど。 センターパートは結構がっつりセットしないと厳しそうだなみたいなのもあったりして興味はでもありますねそう前髪の天髪的ありがとうございますそ、まあ、なんか決まる時は本当にそれっぽくなるからいいんですけど結構運の要素があっていやこれ共感してもらえるかなせ毛とか天パの人ってどんだけなんか再現性がないんですよねヘアドライヤーで頑張って濡らしてセットしても マジでまとまとんない時があったりでもう一回濡らしてまた乾かしたら決まるみたいな同じようにやってるつもりでもなんかねなんだろう、うん、室部屋の湿度とか乾温度なのかなんか分かんないけど全然決まんない時があったりして特に雨の日とかは特に大変なんですよねうんですね服で分かっちゃいますよねそうなんですよアパートメントさん なんかアパートメントさんもでもなんか意外と癖強いというかシルエットがもうまんまなんですよあのショートのボブになんかザ・アパートメントさんって感じするかなんかアパートメントさんも声かけられそう服はさすがに毎日同じじゃないからあれだと思うんですけどなるほどね晴れましたねいや本当晴れてくれて嬉しい。 3, 3度目の正直です、本当にこのホテル3回目でようやく晴れたんでこんな綺麗だったんだって、はあ、帰りたくないないや、帰りたい帰りますよ、今日今日帰ったら新しいパソコンが届くんでそれはそれで楽しみ帰る楽しみがありますねあのもう世界最小サイズの超ちっちゃいゲーミングノート もうポケットサイズのでにこのズボンのポケットに入るくらいちっちゃいコンパクトなパソコンを買ったんでそうですねちょっとそれが今日の夜届いてるはずなんで楽しみ最近たまーに声かけられますそうですよねうんアパートメントさんは、まあ、熊本に住んでらっしゃっててねあのシルエットなんで目立つそう。うん はい、あサウナハットしてますかでいうとね持ってないからなんかたまにレンタルできる場所とかではするけど普段タオルタオル巻いてますね、紙にサウナハットの代わりにそそうそうあのちゃんとサウナハットとかタオルで巻いとかないと紙が直に乾燥するんであんまり良くないっていうのがあるんで僕もサウ,ナだからサウナで隠すべきは下じゃなくて上なんですよね、タオル。まあ、みんな大体 ちっちゃいタオルを持って大,大浴場、サウナ行くと思うんですけど、隠すべきは下じゃなくて、上の方というか、はい。っていう。渋さんの本すべて読みました。最高でした。ありがとうございます。すべて。ありがとうございます。素晴らしい、うんうんあ。時間があればまたイベント参加します。笹川さん、ありがとうございます。この前来てくださって。また、あ、そうだ、ちょっと DM 後で返しますあの。ありがとうございます。 そうなんですよ。ご協力いただいたんでね、あの企画にありがとうございます。小さな L 実際深いました。ありがとうございます。すごいいっぱい嬉しいコメントが、はい。ミニマリストになり行動力が上がり転職することにしました。おお。いや本当ね、特に転勤族の方は絶対ミニマリストになった方がいいですね。うん。やっぱり物が少ないと、だからそもそも家に家が大きかったりまあ、物が多いと。 転勤ののチャンスとといいいうかか部署の移動でで行こうってなんななんじゃないですかすごい仕事的に自分のキャリアアップにつながるようなチャンスが、まあ、転勤きっかけであったとしてもいけないじゃないですか物多いし引っ越しのだるいしなーやめとこうかなみたいな物が少ないと転職したり転勤もそうですけどねポンポン行動できるんで物減らしましょう 私も捨て活してから転ししたたくなりましたね。なんかやりたいことに忠実になれるというか自分の欲望が解放される感じします、ね、そうそう、まあ、ミニマリストイコール欲望がない人みたいなイメージまあ欲を捨てるのに成功したのはブッダだけとか言われてますけど、まあ、禅とか仏教のイメージがめっちゃミニマリストにあるから特に日本人は特に、まあ、禅とか四畳半樽を知るみたいな。 実際そういう考えもあるけどどっちかというとミニマリズムって選択と集中だから自分のやりたいことを達成するために他をそぎ落とすみたいな考えで言うと欲欲がなないいというよりは欲を満たすたたすすめに他剃り落とすみたいな僕で言うと一人暮らしをしたいとか自由な時間を確保したいから物を減らして生活費を抑えるとかそうそう我慢してるっていうよりはまあその自分の第一の目標のために一番大事にしたい目標のために他を。 剃り落とすみたいな考えなんで、うん、僕もこんな感じでポンポンを旅行するようになったりとか、うん、そうですねあと僕旅行もこれで来ましたけどここに全部もう靴下やらプロテインここに入れてたわもろもろ全部詰めてますけど これで旅行できるってなったら相当楽ですよ歩いてても全然体力消耗しないし、うん、っていうのでものの少なさは行動力に直結するんでなんかいいなこれこの部屋にこれ置くとアート作品みたいに映えるからいい 渋さんを見ていてい一番感じるのは自由さ <laughs> なるほど確かにまあ僕も自由を求めてミニマリストになってるっていうのは本当にさもともと実家を抜けて一人暮らしをするとかもそうだし、はい、自由こんなふうに身軽に旅行したりとか。 私もミニマリストになることで努力中ですが、やりたいことがどんどん見えてきました。おー、そうなんですよ。みんなね。なんだかんだ。お金がない時間がない人脈がない。知識がないみたいなことをね。あの理由にやらない人が多いんですけど。まあ、ミニマリストになると特にお金がない。時間がないは特にかあのなくなるんでね。そうそう。 まあ僕もどっちかというとミニマリスト支部を仕事にした,したいわけではなかったというかするつもりになるとも思ってなかったんで結果としてそういうもう僕毎月6万円で生活してたからねでしかもそのミニマリストっていうライフスタイルが世に求められるっていうタイミングで波乗りできたんでうまくこれが仕事になりましたけどまあそういうラッキーをつかめたりしたのもやっぱ普段から身軽にいっぱい行動してたからっていうので。 お金欲しいですお金が欲しいならミニマリストにすごいなんかこのブルジョワな部屋でそういうお金の話してるとすごいなんかなりきん感すごいビジネスの宗教勧誘みたいなマルチマルチの勧誘みたいな <laughs> 俺こんな成功してこんなリッチな部屋に住んでるけどあなたたちはどうなのよみたいな。<laughs> 情報商材売りつけようかなミニマリストになって金持ちになる方法30万円、はいうんうん、週に一度だった家の掃除をほぼ毎日するようになりましたもの少なくて本当掃除しやすい,いや本当そうそれマジで思いますね僕も掃除とか どっちかと,いうと嫌いなタイプやらなくていいならやりたくないしもう金が無限にあるんだったら絶対家事代行とかホームヘルパー雇ってもこうこれは一切やりたくないみたいなタイプなんですけど、はい、もうなんならなんかこれ叩かれるかわかんないけどもし結婚するんだったらもう極端な話僕専業主婦志望の人でもいいと思ってますもん,なんか今あの、まあ、話それるけど、ね、共働きの時代とかにはなってるけど。 なんか僕はどっちかというと稼ぐのが得意な人が稼いで家事が得意な人がやるとかも全然ありだと思うんですよ、別に。今、どっちかと,とそういうのって時代錯誤的なイメージがあるんですけど別に全然お互い納得の上でやってるんだったらいいんじゃないかなとか思うんですけどまあ僕はそれくらいなんかもう人に任せたいみたいなタイプなんで家事はどっちかというと。で、そのためにそもそも物を減らして散らからないようにするとかお掃除ロボットを置いてでそのために床に何も置かないとか。 であんま物は持ちたくないけどそういうドラム式洗濯乾燥機ロボお掃除ロボットみたいな時短家電はちゃんと持つみたいなっていうくらい僕は掃除したくななないタイプの人間んんでですすすけど、ね、物減らすと逆ににやるるよようになるんですよねそ,うそ,う、まあ、そもそも掃除しない理由っていうのはその床に物が散らばってるからどけないといけないとか普段家事とか家事のせいでもう時間とエネルギーを奪われてて。 もう帰ったら仕事から帰ったら寝るだけ片付ける余力もないでそもそも,も散らかってることが当たり前になってるからやらなくていいかっていうふうになりがちなんですけど物減らすとこの部屋をきれいにしたいっていうのもそうだし行動のハードルが下がるんで物減らすととかもこんなきれいな家に住んでたら常にキープしたいじゃないですか綺麗にはい物減らすと掃除するようになるっていうのは間違いないですね うん、うちは妻の自分が稼いでるおおいいっすねなんか最近知り合った最近そうっすね友達にもそういう人いますねだんそのまあなんか男性の方が稼ぐイメージあると思うんですけど最近はだから女性もなんかその社会進出というかなんか要は女性もすごい稼ぐ人出てきたなっていう気はしますねネットの普及で全然うん まだなんか一応統計上はまだあの平均その日本の平均給与って女性より男性の方が高いみたいですけどやっぱなんか女性でももう稼ぐ人はバリバリ稼ぐなっていう、うん、イメージありますねだから僕の友達の夫婦とかもなんかまあちょっと共働,共働きだけどなんか女性の方が稼いでるみたいなのはあったりして。 渋産の消費でははななく生産するる側になるは身に身みましたいや本当そうずっと消費する一方の人生だと一生豊かになれないですからねうん、まあ、今特に SNS とかネット普及してるからアウトプットを簡単にできるじゃないですか僕がブログを通じて仕事にしたように何でも皆さん例えばじゃ沖縄に行きましたと沖縄に行った時のねなんか例えば 那覇空港から都心部までの移動の仕方とかなんかそういうの動画に撮っといてまとめたりとか沖縄グルメ何選とか何でもいいんですけどそういう旅行に行った時まあ別にね旅行は旅行で割り切ってもそういうアウトプットしないと決めてもいいけどなんかそういう普段食べてるグルメとか何でも物減らして感じたこととかブログとか YouTubeTwitterInstagram 発信する場所いっぱいあるからねそれが結果別に仕事になんなくてもお金になんなくても。 アウトプットすることで自分の思考の整理もされるし、まあ、運がよくちゃんとバズればというかもしそれが見られるコンテンツになればお金ももらえるしっていうので、はい、アウトプットしましょうそうなんですよっていうね逃げ始めたいな あそうですね、あ逃げ恥はあれっつもった見たけどあれっとねガッキーと星野源さん結婚しましたねねあのそうっすね確か逃げ恥は確かに、えっと、星野源さんがホームヘルパーで確かあれガッキー雇ってみたいな感じでしたっけうんあれはなんか結構あとなんかあれ あの奥さん、旦那さんみたいな呼び方しないですよね、なんかパートナーみたいな呼び方をした気がしますけど、はい。昨日チャンネル登録しました、ありがとうございます、多分なんか最近、先月もチャンネル登録者が過去一番、5年間で一番良かったりして、最近、片付け動画とか上げてるんで、結構、新規の方が来てくれてる、ありがとうございます。 昼休み終わってしまいます。アーカイブ残してください。あ、これアーカイブ残すんで、ぜひ仕事終わりとかにまた見てください。あと三十一応1時までには終わります。はい、チェックアウトの時間もちょっと控えてるので、部屋が汚いと気持ちが休まらない。いや、本当そうだし、僕は今もうめちゃくちゃ心癒されてますこの空間に。 いいなあなんか僕ね観葉植物を部屋の中に置きたくないんですよ正直なんか虫,虫来たりとかそ,そもそも僕面倒くさがりなんで面倒見ないだろうしなとかあるからなんか外に外に自然を置きたい前を紹介した八く君の部屋みたいな部屋,部屋の中には観葉植物ないけど近くに住んで,で窓から緑木が見えるとまあ、だから。 観葉植物を外の人に管理してもらってるみたいな感覚そう僕ねそういう部屋が理想なんですよねこの物件このホテルみたいなうん外に自然を借景ですねあいいですね借景、ねね、確かに借りる景色それがいい僕も。 うん、自分で緑植物育てたいみたいな欲求は本当にないんでそうなんですよ自然はさっきか都合がいい自然みたいな表現しましたけど本当にそれだ、うんですね、大堀公園の横に住みましょうねいやそういうのがいいですよね福岡だったら大堀公園の近くに住むとか大堀公園近くのタワーマンとか高層マンション住んだら外から緑が見えるとかねそういうのがいいです チェックアウトでバタバタしないのがすごいでいうともうさすがにちょっと生配信前に荷物は全部まとめてるんでもう終わったらすぐパッと出るだけなんですけど、まあ、そもそも荷物少ないからそんなまとめるものがないっすねはいうん全方向 LED パネルの部屋行ってみたいでいうとなんか最近友達とお寿司行ったんですけどなんかお寿司のカウンター越しになんか あえっとね、デジタルアートが置いてあってそれを見ながら食べる寿司みたいなのがあってなんだっけな,なんかチームラボチームラボのアートって今すごい世界的にも評価されて流行ってますけどなんか東京の渋谷になんか寿司屋さん行ってでなんかカウンターの外にチームラボのデジタルアートがもうバンって何インチあるんだっていうくらい、まあ、リアルこれと同じくらいの大きさの。 なんかデジタルアートがバーンって置いてあって、まあ、そこに自然が映ったりなんか抽象画が映ったりみたいなそれ見ながら私食ったんですけどなんかいいですねでもやっぱり生の自然に勝るものはないいいな何だっけあのありますよねデジタル窓アトモスウィンドウみたいなあのトバログさん白いミニマルガジェットで有名なトバログさんとかが部屋に確か まトバログさんも真っ白い無機質なもの、まあ、は多いんだけど、まあ、それこそ僕の,あの 3, 冊3冊目じゃないな、えっと、最近出た瞬間僕たちはなぜこれを選ぶのかっていう本でもトバログさんは紹介したんですけどトバログさんとかは真っ白い無機質なミニマルなガジェットとか置いててその中にアトモス・ウィンドウっていうデジタル窓を置いててあのねアトモス・ウィンドウはマジで解像度がめっちゃ高いから。 デジタルなんだけど本当にすぐ目の前になんか大自然が広がってるみたいなあれ専用のもうデジタル窓専用のガジェットだからあれくらいいいそうです、ね、本格的なやつだったら、うん、あ,れあの部屋いいっすよね、うん、っていうのでなんか一応僕のプロジェクトあるじゃないですか。 アラジン X っていう天井に埋め込んでるシーリングライト一体型のプロジェクターが我が家に置いてるんですけどあのそれも一応デジタル窓みたいな機能あるんですけどプロジェクター越しにこういう大緑を映すみたいな、まあ、あるけどさすがにねこれには勝てないとい <laughs> うん、そんな使ってないですね 植物に悪いけど土触りたくないあ僕もそっちのタイプっすねなんか手汚れるしなみたいな。観葉植物今日緑は好きだけどなんかね言われるんですよ渋さんの部屋に観葉植物置くのが理想みたいなそうそうよく言われるんだけどまあ分かるんだけど気持ちとしては、まあ、別にデジタルのデジタルじゃない,いやフェイクフェイクグリーンっていうのかなフェイクの観葉植物でもいいのかなまあでもなんか。 僕もああんんんまり触り触たくなないタイプなんでで、ね、汎用植物って結構メリットあるんですよね例えばオフィスとかに緑を置いとくとなんか社員の生産性が上がるとか、まあ、そもそも電気を使わない天然の,あの空気清浄機って意味だしあと、まあ、人間そもそも視界に緑が映ってるだけでなんかストレスが和らぐみたいな、まあ、僕も今そうですねもうストレスフリーな空間にいますけどやっぱ人間って狩猟採集の時代から その現代の鉄筋コンクリート像の建物に囲まれて生きてきたわけではなくて緑森とか自然と一緒に暮らしてきた、ね、あの,のが人間なので,で別にスマホとかデジタルがどんだけ普及しても人間の体って狩猟採集の時代から変わんないからそもそも人間は緑と生活するものであるっていう何か最近はグリーンエクササイズとかいう言葉もあったりして。 あのマッサージとおんなじくらいかそれ以上に効果があるのがなんか緑を見ることなんか公園の中を10分散歩するとかするだけでもすごいストレス緩和効果があるっていうのはまあ本当にそれは思いますけど、うん、緑は本当に人間にとってはなくてはならないものであるっていう意味ではおきたいんですけどなんか僕はね部屋に 部屋の室内に緑を置きたくないっていうそのデザイン的インテリア的なこだわりがまだあるので今のところ置く予定はないどんだけそのメリットがあるのは分かってても、はいうん、建築家の本の家は観葉植物はなくて窓の外に緑が広がってることが多いですね。確かに、うん、言われてみれば。 まあ、それ建築家さんのなんかモデルルームみたいな見せるための写真だからあえて何も置いてないというのはあると思うんですけど僕ももしマイホーム建てるんだったらそういう庭とかに緑をいっぱい置いてそれが見えるような間取りにしたいなうん確かにな僕もそ,そ,のそれと近いんですかね感覚はなんか家の中に緑を置くのはなんか僕の美観的には、まあ、なんか僕はなんかこう無機質スタイリッシュクールみたいな 感じが好きなんでなんか、ね、植物を置くと一気に生活感出ちゃうというか僕らしくないなみたいなのはなんかまだあって、うん、興味はあるんでいつか置くかもしれないけどこんなこと言っといて、はい、よく言われることですね。自然に触れることと日光に当たることでストレス解消される間違いない。渋さん田舎暮らしは、えー、まあ今のところ興味はないかな。 僕都会が好きなんですよ意外と海外旅行も何個か行ったけど一番,もう一番良かったって言ってるのは僕上海ですからね上海のあのなんかうんあなんだ名前なんだっけな,なんか中国上海にすっごいもうギラギラの高層なんか東京タワーみたいなのがバンバン立ってる川沿い川沿いがあって海,海という川沿いがあってなんかもうね 高層ビルのプロジェクションマッピングとかイルミネーションギラギラのなんかエリアがあってあそこに感動したくらいなんで僕は多分ね街の光とか都市部コンクリートおしゃれな建築物とかある方が好きなんですよどっちかというと、まあ、自然も好きだけど、まあ、四隅さんタイプではないですね僕多分そのニュージーランドで生活されてますけどあの僕のミニマリストの師匠こと四隅大輔さん20代で捨てるべき50のことを書いた。 まあ僕の YouTube にも何回か出てもらってますけど四角さんはもう本当にもう昔からミニマリストの発信しててキャンパーですね登山家登山をやる中でできるだけ荷物軽くしないと、まあ、危ないというか、ね、体力消耗しちゃうから登山家の人は結構ミニマリストパッキングのスキルが求められるんですけど四角さんとかニュージーランドで自給自足しても大自然の中 暮らしてるみたいいななタイプじゃないですか多分そっちの方が幸福度高そうだなとか思うんですよな何だろうな僕多分ねデジタル人間なんですよそういうハイテクなスマホ使いこなしたりとかこういうスマートリングしかり何でも都市部に暮らしてるのもそうなんですけど僕はバリバリ都市,部都市部で生活するのが好きなタイプの人間なんで、うん、そう都会は刺激がありますそうなんですよだ。都会は刺激も多いから、まあ、好きだけど だけど疲れるるなっていうのがあるからせめてお家の中はもうこういう真っ白無機質な、まあ、我が家もそうですけど空間にして安らぎたいみたいな刺激を浴びててまたた回復してみたいな都会の方がシェアリングあるので持ち物少なくてもいいそうそうなんですよ車持たなくていいとかねもあるし、まあ、さっき言ったスポーツジムの近くに住んだらもう家のお風呂入らなくていいとか。 ももろもろ、まあ、友達と例えばご飯食べたいってなったら多分田舎だったら自分の家でホームパーティーするしかないんですけど飲食店少なくて別に友達とご飯行こうってなったら近所の飲食店行けばいいしなとかまあ田舎はでも今日、まあ、いつか <laughs> 興味は出るかもしれないけど僕はどっちかというと都会アーバンライフが好きなので。 ここれれももももそそうでですすんんねこの服作った理由もそれですもん結構あのアウトドア製品とかでそういうポケット買い服ってあるんですよそれこそ無印良品とかでもそのこれと同じ手ぶらコートみたいなのあるんですけどあのレスキューオレンジの蛍光色が入ったアウトドア製品ばっかだから街都市部でも使えるような普段使いできるようななんか現代風な手ぶらシャツが欲しいっていうので。 これをデザインしたくらいなんで僕は都市部のアーバンライフが好きっていうのはありますね、はいうん、まあでもいいなこの緑、はい、あとね僕昔ちょっと田舎暮らしに興味あって高知の山奥に住んでる友達の家に ちょっと短期滞在させてもらいたくて10日間高知の山奥でも本当に、にあれですよトイレも六本式なんか6本トイレみたいな水薦式じゃなくて6本トイレでかつそのあれですもうお風呂も巻き終わって自分で火炊いてあのお風呂入るみたいなやってる友達がいてでも家めっちゃ広いんだけど家賃5,000円みたいなもう高知の山奥限界集落みたいなところの友達 同い年の友達がいてでその子の家にちょっと俺田舎暮らしちょっと興味あるし体験したいから行っていいっつってで10日間ね泊まり行ったんですけどあの僕途中で帰りましたもん <laughs> あ俺これ無理だと思ってあの10日間予定取ってたのに「あごめん俺ちょっと仕事で予定できたわ」っつってうそついてあの本当に申し訳なかったんだけどあのまあそれこそ。 ご飯とかもあのいの肉ジビエとか出してもらったりしてそうそうそうあのもう本当にガチの本当にまに、あ、田舎のレベルもいろいろあるけどもうガチ限界集落みたいなところで暮らす友達とか行ってもうリタイアしましたもん途中で10日10日じゃなくて5日で帰るみたいな、うん、まあそれはちょっと極端すぎたんでしょうけどもうちょっともうその限界集落とかじゃない田舎も そそもそもコンビニ行くのにも車で40分かかるみたいな場所なんでそうそうそそなんかそこまで田舎じゃなくてもって場所にすればよかったんでしょうけどそうなんですよまあどのレベルまで行けるのかはちょっと実験したいけど限界集落系のガチ田舎はもうちょっと無理でしたね自給自足でみたいな。 あ,あとそれだもう一人思い出したもう1人あとあちなみにその友達高知の今高知の山奥家賃5,000円で限界集落というかで暮らしてた友達は今なんと僕の家のの家近所同じ福岡市のタワマンに住んでます <laughs> それが答えだったかなと思って結構その子長年住んでたんですよ山奥の田舎で多分45年ぐらいなんか。 法人その限界その田舎の方で NPO 法人とか立ち会えて本当に田舎暮らし好きでもうコミットしてた友達なんですけどなんと今福岡市の大都会でもうタワマンほぼ最上階に住んでるんで <laughs> すごい面白い友達なんですけどあんだけ山奥にこもってた仙人生活したのに大都市で生活してるっていう。 振り幅すごすごぎでしょそ <laughs> そう,そうでも僕もちょっとそういうね振り幅ある生活やりたいんだよななんか一回ねさっきあえてタワーマン住むとか限界集落住むとかちょっと今の生活特に若いうちじゃないとできないじゃないですか多分もうどんどん3040って重ねてくるとどんどんフットワーク落ちて多分安定しちゃうんすよ。安定期にこもっちゃうからなんかちょっとね振り幅のある生活を 次20代ラストなんんででやりたいんですよね、まあ、海外移住もそうだし、うん、パクチー大原さんとは別の方ですかっていうコメントがあるんですけどそうです全く別ですそう,そう思い出しただからそうそう田舎生活山奥,山奥で生活してる友達もう一人いたわパクチー大原くん僕の高校生の友達同級生ですねあの早稲田早稲田に行った友達です僕は大学落ちましたけど僕は慶応落ちて 彼は早稲田受かってみたいなあの友達です例のボディービルダーあのボディービルの方のミスター早稲田グランプリになったあの友達ですね彼も今だって千葉で千葉の、ま、都会、ま、都心部で生活しますからね今彼も山奥であんだけねあのや YouTube やってるんですけどその友達登録者今9万人ぐらい、ま、僕の動画でも何回か出てもらったけどね あいつも山奥であんだけ楽しんでエンジョイみたいな感じでやったけど秋田っつって <laughs> 田舎飽きたっつって千葉の都心部で生活してますからねまあ、た秋田ってより町秋なんだけどその千葉の都心部にいるけどなんかその千葉に住んでる理由としては、まあ、なんかその都心部と山奥を行き来する生活がしたいみたいなずっと山奥は飽きるから、まあ、都市部と山奥。 でなんか土日は田舎行って平日はその千葉の都会の方で仕事してみたいなライフスタイルがいいっていう風になって子供も生まれたからそうそうっていう風に彼も落ち着いてたんで、まあ、結構ね若いうち若いうちに山奥でずっと生活するっていうのはなんかあんま続かないんじゃないかなっていう、まあ、周りの友達見ててもっていうので、まあ、また年取って価値観変わってきたらね 田舎生活興味出てくるかもしれないけど、まあ、僕たちみたいな20代とか30代の人がもう山奥田舎の方でずっと生活するってなかなか適性がないとぼ,ぼっち適性もそうだし、まあ、別にぼっちじゃなくても誰かと一緒に暮らすのもそうだけども、まあ、っと言うと山奥で一緒に暮らしてくれるパートナーとか探すの相当大変だろうしなとかうんまあぶっちゃけ万人の人は都市部地方都市とか。 ある程度都市部寄りで生活した方が幸せだと思いますけどね。まあ、やっぱり最近は石川県の山石川県の地震でね。田舎の方、山奥とかのね。家が土砂崩れで流される動画とか僕見たんですけど、やっぱ田舎の山奥とかで生活する。そう災害があった時とかのね。レスキューも切れないじゃないですか。例えば高齢者の人がよく田舎の山奥とか住んでてでいきなり病気で倒れた時にでもね。救急車行くのにもさ。 田舎の方ってすっごい時間かかるからもうねその救急車走らせてる間にもうぽ、まあ、っくり亡くなっちゃうとかそうそう、まあ、高齢者の人も僕基本都市部に生活した方がいいと思いますけどねそういう、まあ、特に日本地震が多いし災害多いしもそうだしその何か病気があった時に病院から遠いじゃないですか何かあった時にすぐ助けに行けないから。 うんまあ、僕は基本やっぱ都市部で生活した方がある程度幸福なんじゃないかと思いますけどね、なんかまあ、自然そうです、ね、地方都市とかうんまあまあ、本当にだから逆に言うともう山奥とか田舎の方でずっと暮らせる人っていうのはある意味、金持ちというかもともとだとアメリカとかでは、もともと田舎に生活する人って金持ちなんですよね何にもないところに広い家とか土地買って。 で自分でその交通インフラ作るみたいな、まあ、その本当の田舎の方ってもう水道も通ってない電気も通ってないみたいなところであえて買ってで自分でインフラ作ってみたいな、まあ、基本的に田舎,田舎暮らしって僕金持ちの人がやるべきライフスタイルだと思ってるんですけど、うん、なんか、うん、生活コストを抑えるために田舎行くってあるのもあり,ありはありなんだろうけど、まあ、基本的に一般的な庶民僕しかり。 基本的に都市部で人とシェアしながら暮らすっていうのが一番いいと思いますけどねそうそうそう、まあ、田舎っていうのはシェアじゃなくても独り占めの概念自分一人でっていう概念だからうんまあ別にいいんですけどうんやばいやばいチェックアウトになる時間が危ない危ないっていうので、まあ、田舎暮らしちょっとでもね、まあ、自然田舎,と、まあ、田舎もっていう自然があるところでちょっと暮らすのもいいなっていうのは。 今日このホテルでまっさらな晴天を見て思ったことです。はい、っていう感じですかね。はい、うん。はい。って感じで皆さんお昼にご視聴いただきありがとうございましたでではではまた。 また、あの土日とかに多分片付け動画あげるんでよろしくお願いします。ありがとうございました。ではでは。